人生はあなたの物語。楽しく豊かな生涯だったと思えるかは、物語の最終章をどこでどんな風に過ごすかで変わってくるかもしれません。私たちの始まり、それは1995年に遡ります。創設者園田光則は、住み慣れた地域で介護を受けながら暮らせるようにしたいという強い意志から、社会福祉法人極政会旭ヶ丘園を設立しました。地域の人たちの生活を希望の光で照らしたい、その思いが今の極政会の原点です。地域とつながりながら支え合い、我が家のように心地よく暮らす、医療と介護の万全な体制のもと、最後の一日まであなたらしく過ごす。あなたがどこにいても、どんな状態になっても、人の数だけ介護の形がある。そしてまるで施設にいるような安心を、住み慣れた我が家でも受けることができます。こうした極政会の介護は、歴史と思いを一つ一つ大切に重ねてできたもの。自宅の心地よさを施設でも、施設の安心を在宅でも、家のように家以上に、あなたにとって最高の答えを、共に見つけて共に生きていく。私たちは極政会です。